研究でよく使われる顕微鏡サイズの線虫 C. エレガンスは数週間でその短い一生を終える。100年以上も生きるカメとは対照的にね。マウスやラットが4年で寿命に達するのに対し、地球の哺乳類の中で寿命が最も長いホッキョククジラは200歳を超えることもある。多くの生物と同様に、大半の動物は性的成熟に達した後、徐々に衰えていき、その過程は老化と呼ばれる。では老化とは何か。この過程を引き起こす要因は多様で複雑だが、最終的には老化は細胞死と機能障害によって起こる。若いうちに絶えず細胞を再生することで、死んだ細胞や死にかけた細胞を取り替えるが、年を取るごとにこのプロセスは遅くなり、古い細胞は若い細胞のようにはうまく機能を果たせなくなる。体は衰退し、結果的に病気や死をもたらす。しかしこれが一貫した真実であるなら、なぜ動物界では老化と寿命にこれほど大きな違いがあるのか。これには環境や体の大きさなどの要因が関係している。これらが動物たちに適応するための強力な進化の圧力をかけ、種の間で老化プロセスに違いを生み出す。例えば大西洋や北極海の冷たく深い海に住むニシオンデンザメは400年以上、またホンビノス貝の名で知られる北極海に住む貝は500年生きる。海に住む古代生物の中で最も感動的なのは南極に住むガラス海綿類で、極寒の海の中で1万年以上も生き延びることができる。このような冷たい環境では心拍や代謝率は低下するため、それもまた老化プロセスを遅らせると考えられている。このように環境によって長寿となることもある。体の大きさに関しては大抵の場合、大型種の方が小型種よりも長生きする。例えばゾウやクジラは齧歯類より長生きし、齧歯類はより小さいハエや虫よりもはるかに長生きだ。全虫やハエなどの小型動物の寿命は細胞分裂の仕組みにより制約を受けている。これら動物のほとんどの細胞は損傷を受けても分裂や置換が不可能であるため、体が長く持たないのだ。また体の大きさは動物において強力な進化の推進要因。小型の生物は捕食されやすく、例えばマウスは野生でも1年も生き延びることはできない。そのためより早く成長・生殖する進化的な防御機構などで短い寿命に対抗するよう進化したのだ。一方で大型動物は捕食を回避するのにより優れているため、大きく成長するための時間の余裕ができ、一生の間に複数回生殖することができる。体の大きさのルールの例外にはコウモリや鳥、モグラ、カメがいる。彼らはそれぞれの適応の仕方で捕食動物から逃げることができる。しかし動物の寿命を特徴づける大きさや生息環境といった要素が似ていても、全く異なる速度で老化する場合がある。この場合、遺伝に起因する際、脅威に対する細胞の反応の仕方などが寿命が異なる主な原因となる。つまりこれらすべての要因がそれぞれの動物に異なる度合いで組み合わさることで動物界の多様性を生み出すのだ。では人間は？現在人間の平均寿命は71歳で、地球上の最長寿命の生物になるには程遠い。しかし私たちは平均寿命を伸ばすのに長けている。1900年代初頭、人間の平均寿命はほんの50年ほどだった。以降、多くの死を招く要因を管理することで人間は適応してきた。例えば環境暴露や栄養も管理できるようになり、その他の平均寿命を伸ばす手段により、人間は地球上で唯一生まれながらの定めである死をコントロールできる種となったのだ。自然界には驚異的な、そして奇妙な生き物たちがいっぱいいます。象の素晴らしい記憶の力についてはこの動画でご覧ください。最も高貴な動物の一つ、猫の歴史についてはこの動画をご覧ください。